こんばんは。こんばんは。始まりました。火曜はノイドーン。っていうのは嘘で。ノイミノイミ始まりました。やったー。皆さんこんばんは。私たちノッタイカルミです。よろしくお願いします。今日は10月に入ったということで、はい、うん、ちょっとハロウィンっぽいね。なんか可愛い。可愛くなってみました。どうですか？どうですか？これはメイドさんかな？メイドさんかもしれないです。チョコレートみたいな色ですね。そうですね。チョコレートメロンクリーとも。はい、ミレイことすがのみみれいです。よろしくお願いします。みれい。そして、はい、マイクことカニさんマイクです。よろしくお願いします。はい、お願いします。うん、10月からね、火曜日20時にお引っ越ししてきました。ちょっとね、火曜はジョイドンの次ということで、はい、ちょっと、ね、オマージュさせていただいて。言ってみちゃいました。どうですか、みんなびっくりした。ね、それではね、まずタイトルコールいきましょう。はい、せーの、ノイミの意味。始まりました、ノイミの意味、はい、この番組は私たちノットイコールミーがトークや企画を通してノイミの意味を探していく番組となっています。はい、番組に参加するには無料のアカウント登録が必要です。登録がまだの皆さんは登録してご参加よろしくお願いします。お願いします。 X での番組の感想、 X での番組の感想や、うん、拡散のポストは、うん、ハッシュタグノイノイでよろしくお願いします。私たちもね、ね、楽しい、いっぱいしてほしい、見に行くからね、はい、待ってるよ待ってるよ。はい、ね、みんなもね、いっぱいコメントしてくれてますね。こんばんは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 、ありがとうね。なんかさ、20時にお引っ越ししてさ、なんかね、お仕事終わって見るよって方もすごいいらっしゃって、うんうん、ね、嬉しい、ね、なんかみんなピザ、ピザ見ながら食べてる、あ、ピザ間違った間違えた、ピザ、私食べられちゃったから間違えた。ピザを食べながら見てくださって、爆笑してる、私やばいんだけど、やばい、ごめんなさい、大丈夫だよ。でもこの時間助かるとかね、よかった、仕事前ピザ、ピザ、ピザ食べながら見てる、ピザ見ながら食べてる。じゃあちょっとね、私たちのことも美味しく食べていただきまして、ピザですよ。はい、ということでね、はい、あ、そう、あ、ね、そうだ、そうなんですよね。はい、今日はですね、うん、なんとお待たせしました、私がデザインさせていただいたアバターが完成しました。待ってたよ、嬉しい。ご覧ください、こちら、こっちか、これかな。はい、これね、5周年の、 あの衣装、5周年コンサートの時の衣装に、うん、私の大好きなバラと蝶々が組み合わさっているという、うん、いい、そして編み込みカチューシャの髪型してるんですけど、うん、ちょっとお気に入りなので、うん、ぜひぜひね、ノイノイでは今週と次回の配信でアバターをゲットできるみたいなので、うん、これお星様を投げていただけたらゲットできるんですか、うん、何でもゲットいただけるみたいなので、うん、ぜひぜひゲットして番組に参加していただけたらと思い、お、早速書いてくれてる、あ、すごいすごい、マジで可愛い、嬉しい、バラが大きい、あ、大きいよね、これトーチョも大きくて可愛い、なんかイメージ画像みたいなの送るときに、うん、自分の生写真の横向いてる写真と巨大なバラを合成したやつを送ってなんて、そうなの。そしたらこうやって叶えてくださったので、うん、すごいよ、すごいすごい、私がいっぱいいる、絶対ゲットしてね、みんな、みんな可愛い、みんなのバラだよこれは、そうよ、yes、バラゲットしてね、ゲットしてください、ね、可愛いね。すごい嬉しい。そしてね、現在支援ゲージでは、うん、鈴木ひとみちゃんのアバター作成を目指しております。はい、目標のまであと186,804ポイント、ね、すごい、もうちょっとだだね、え、早いね、すごい、ね、え、ミレさんのアバターはまだだもんね、え、あれ一番最初だ、最初だ、大変、ごめんなさい、ね、あれでも、しかも私ミレみたいに引いた回にさ、そうだよ。そう、ね、本当にもう、だからでも結構さ、うん、もう1人目、そうだね、もえちゃんで何人目ですか、3、4人目ぐらいですか、おお、結構、結構なんだ、すごい、じゃあもうちょっとで半分、そうだね、ということでね、ひーちゃんのアバターも、ね、あれだ、そうだ、ああマシュマロの、あ、そう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 、それそれそれ、そ、見ました、もうバカもえ、ごめんね、いいよ、なんでねえ、ぜひぜひ皆
皆さん番組にご参加してください、はい、よろしくお願いしま す。そしてここで最近の Not Equal Me の日々を振り返る、はい、のいみの日々、はい、のいみの日々来ました。これね、もう前はね、今日ミレイちゃんに会えるってなって、うん、今日はミレイとの配信だってなって、うん、もう本当にこれを言いたかった。サスケお疲れ。あ、ありがとうありがとうございます、ね、そう、昨日ね、そう、ジョイちゃんのみっちゃんと、2人で、あの、参加させていただいたんですけど、サスケアイドル予選会、ね、はい、あの、すっごい緊張しまして、ちょっと今、じゃ先に靴、まあ、ちょっとだけなんですけど、まあ、でもすごい楽しかったですし、貴重な経験でしたし、なんか皆さんが応援してくださって、とっても素敵な素敵な時間でした。後日ね、配信11月のいつだ、11月に配信されるので、来月だ。そう、ぜひ結果も楽しみにして、待っててください。もうなんか、応援行く気満々だったんよ、最初さ。そうね、そのサスケが発表された時から、よっしゃー、もう行くぜと思ってたら、あの、今回はミルちゃんがみんなを代表して、ミルの応援に行ってくれたので、遠くからね、今頃何か飛んだり、何かしてる、頑張れって思いながら過ごして、お疲れ様って、ありがとう、本当に ね、もう昨日ね、お疲れ様ってみんなから連絡が来たり、今日来たり、すごい本当にありがとう。ね、すごい私もね、ミレイの、あの、意気込み、の時から、そう、一緒にいたので、あの、きっとミレちゃんならやってきてくれるだろうと、かまえてきてくれるだろうと。どうなったのか、すごいね、怖いよね、言いそう、ポロとか言いそうで、怖くて、ね、まだね、言えることが少ないんですよね。そうなんです、少なくて、ね、でもすごいね、たくさんのアイドルさんとお仕事って言うんですかね、そうだよね、すごいたくさん、そう、たくさんいらっしゃって、ね、集合写真見ました。そう、なんか、レジェンドの方もいて、すごい豪華な会だったので、アイドルさんとなかなか、なんていうかね、お話とかする機会もないんですけど、お話とかもできたりして、すごい楽しかったです。あ、よかった。体育館でやってたんだもんね。え、そう、体育館でやってて、しかもファンの方が、なんだろう、大きい、あの、菅波ミレイとか、そう、作ってくださって、すごい素敵で、もう声援もありがとうございます。応援もありがとうございました。頑張ったね。すごい、めっちゃ緊張したけどね。そうだったね、ま、本当に痛かったよ、ね、その場に。もうね、なんか、動画が、その競技、うちが競技してる動画をマネージャーさんが撮ってくださってたんです。え、見たい。え、じゃあ、後で見せてもらおう。後で見せるね。ごめんな、みんな、先に。あの、応援行った方もいらっしゃる。ね、本当に、ありがとうございました。お疲れ様。みんなで動画、配信、楽しみに待ちましょう。待っててくださーい。おパルタンさんからクリームクマパフェ、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。クマありがとう。パフェパフェありがとうね。ありがとうございます。嬉しいです。ありがとうございます。ぴったりだね。ね、そうだね、かわいい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 よね。こちらからちょっとね、かわいく撮っておいてもらおう。みんなに、私たちはミレモエかしら。ねえ、ミレモエかな。突然だね。突然ね。そう、こうやってスクショタイムが始まる。見逃しちゃダメ。そうだよ、1分1秒たりとも目離しちゃダメだから。そうです、分かった分かった。え、もえちゃん最近なんか日々あったりした、私は、でもやっぱ自分的ニュースはエクステかな、そう、本当に髪が長い、ね、長くなりました。かわいい。どうですか、どうですか、皆さん。そう、映りきらないぐらいになった。ありがとうございます。じゃじゃーん、じゃじゃーん。イコノエジョイから、うん、そうだね、そう、合わせて長くしたんですけど、どう、ファンのさ、みんなの反応とかどうだった、でもすごいスーパーロング好きって、結構、あの、昨日、一昨日のお話し会とかでも言ってくださる方がたくさんいらっしゃって、私もすごい気に入ってて、なんかでも髪色を大きく変えるわけじゃなかったから、イコノイジョイで、そのこの長さって言ったらさ、何センチなんだ、20、15センチか20センチぐらいの違いだったから、
ファンの皆さんが気づかないんじゃないかと思ったのも、行かない上位で。どうだった？そう、だからちょっと前日ぐらいのモーメントで、うん、なんか、うん、ちょっとイメチェンしましたみたいな感じに言われてえ、でも、うん、そういう面だと、うん、うちも、うん、あの前日、うん、うちわで顔を隠してなんかやったぞっていう。そうね、ゆりちゃんもさ、髪色がそうめっちゃ赤そう、赤ピンクみたいな色で、ね、かわいいよね、この色。外で見たらめっちゃうん、あのフェスの時特にさ、うん、色入れたてだった、うんうん、からめっちゃなんかパステルな衣装にぴったりで可愛かった、うんうん、今も綺麗。ありがとうね、うん、そうめっちゃさっきもね髪色褒めてくれて、そうなの、維持されてて、萌えちゃんさっきね頑張って巻いてたよ、みんな頑張って巻いた、可愛い、やった、褒められた、可愛いね上手にウェーブできてありがとう、ホマイクしてたんですよ、楽屋でもね、ウェーブ上手にできるの、うん、羨ましい、うんね、うん、かわいい、かわいいすぎてる。巻き方何だっけ、あ、これ多分全部外巻きなんですか、うんうん、でも難しい、巻き方ってさ、うん、何が何か分かんなくなるけど、多分これは全部外巻きです、うん、40ミリの固定で、そう、めっちゃね、もう見たことのないでもすごい上手、40ミリ珍しい、うん、珍しい固定です、うん、ありがとうね、褒めてくれたみんな、こうしていきましょう、これからも、うん、ね、なんだろう、あと最近の、ね、最近の出来事は、うん、寒くなってきた、確かに秋めっちゃさ急に秋になったよね、秋服じゃないって思って、すごい秋、でも秋だよねこれも、そう、まあ長袖だし、長袖、そう長袖で、ね、ね、ね、秋感すごい、ありがとうございます、ありがとうございます、でもね、うん、まだうちらはね夏が来たからのリリース期間なので、うん、まだ夏にいる夏の中にいます、夏の中にいたいよね痛いですよね、うん、みんなもね、そう、ね、寒いよね、ね、秋服、うん、みんなもでも秋服デビューしてるんだね、ねえ、いいね、秋ってね、うん、でもなんか期間短いじゃん、うん、秋って、確かに、でもさ、ね、美味しいご飯とか、あ、秋めっちゃさ、ね、好きなイメージあるって、ね、お芋、ね、モンブラン、今日モンブラン食べた、え、食べたの、うん、めっちゃ秋満喫したんですよ、ね、なんかさ、うん、秋にやりたいこととかさ、着たい服の色とか、なんだろう、でもなんか秋服、うん、おー、めっちゃ秋服っていうの着てみたい、そのなんか最強のラブソングとかさ、結構秋っぽいさ、うん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 、チェックのあれ、赤い山の衣装だったから、そういうのも着たいなって思った、あー、でも似合ってた、めっちゃ、うん、てか、あの人みんな、え、可愛かった、可愛かった、うん、ちょうど今流れてるから、ね、見てほしい、ね、絶対見て、いっぱい、いっぱい見てね、みんなでチェックってね、なかなかさ、うん、ないからさ、なかなかない、それぞれ違うチェックだったしね、うんうん、可愛かったんですよ、可愛いんですよ、いっぱい見て、じゃあ私たちも私服でもいっぱい着ましょう、うん、ね、いっぱい着てます、そしてここでなんと、うん、イトキンさん、イトキンさんから赤ずきんくまさんが、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうズッキーン。ズッキーン。ありがとうございます。まあそれが、うん、まあ、こんくらいですかね。じゃあ喋ったね。うん、まあ、今後のお知らせはエンディングでお話ししたいと思います。はいはい、そしてですね、ここからが今日の企画です。ノイミ、私だった。これね、みんなね、結構止まるんよ、ここで手分けだった、いきます、はい、ナイミーのベストアンサー、わーい、イエーイ、も、や、んー、ちえ、バクロフの質問が出題されます、ナイミーなりのベスト回答を考えていきたいと思います、も、や、そう、ん、ちえ、袋ね、なんだろうね、ふー、ちえ、袋、難しいね、うん、まあ皆さんが、あの、そうですね、まあ、祖母の、うん、あの、回答をね、想像していただければと思います。はい、それでは、質問は、こちらです。おー、すごい、リアルな、夏休み明け、新学期デビューを狙ったのですが、大失敗に終わりました。ここからリカバーして、うんうん、冬には友達と遊びに行きたいです。どうやったら友達って作れますか？何しちゃったんだろうね。何しちゃったんだろう。めっちゃ気にならない？新学期デビュー狙おうとしてさ、うん、確かに大失敗しちゃうってさ、うん、なかなか、なんかさ、ネタとかさ、仕入れてさ、うん、披露したりしたんですかね。確かに。ね、え、これあれですよね。あの、
ね、ID 非公開さん。本当だ、 ID 非公開さんだ。架空の感じだけど、まあ、どこかにはでも同じ経験した方もいらっしゃる。いるよね、うん、今悩んでる方もいるかもしれない。夏休み明けだもんね、ちょうど、うん、どうしましょうね。どうする、ひとり、これは一人ずつ答えていくパターンですか。お、あ、じゃあ、あ、からどっちからいく。あ、どうしよう、じゃんけんで、じゃあ、負けた人から。負けた人。そうね、最初はグー、じゃんけんぽい、あいくしょ、あとしたね。うん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 、大失敗しちゃったということで、まあ、私のね、うん、この回答をあのアンサーみたいな感じで聞いていただけたらと思うんですけれども、うん、そうですね、でもめげないでいいと思います。どうして大失敗になっちゃったかわかんないですけど、これがもしも何かボケをして大失敗したんだとしたら、あなたは夏休み明けに面白いものを持ってきた人になっています。だからめげずに明るくボケていけば、きっとあなたはいつか素晴らしいボケの担当になってます。諦めないで。お猫様。だってすごいめっちゃね、なんていうの、あのさ、ベストアンサーみたいなつくやん。あれってあのベストアンサーです。やったー。言ってないけど。すごい。ちゃん、本当、ね、よかった。よかった、めっちゃいい。いいんだよ。そうだから滑ってもいいの。うん、滑ったってね、うん、誰も傷つけてないよ。うん、自分だけ。確かに自分しか傷つかない。そう、自分だから、うん、それを傷つかなくていいんだよ。何度でもチャンスはあるから。そうだね、チャンスしかないよ。そうだよ、ボケどころいっぱいあるから。ボケ、はい、あ、あ、じゃあここでクランベリーさんから赤ずきんくまさんいただきました。ありがとうございます。赤ずきん、ありがとうございます。ありがとうございます。ということで、じゃあ、はい、みれちゃんの回答に行ってみましょう。はい、ID 非公開さん、お疲れ様でした。うん、なんだろうな、まあ、リカバー、うん、まあ冬まで長いのでリカバーしてぜひ頑張ってください。応援してます。わかんない、なんか励まされつつもあの解決策は委ねられてるみたいなね、パターンあるよね。なんかいろんな種類があるじゃん。うん、いや、それはそう。なんか回答とか、確かに確かに確かに、明確なね答えがあるパターンと、このね心をね落ち着かせてくれる、うん、パターン。どうしてデビューを狙ってしまったのですかみたいな。あるよね、あるよね、ちょっとね、なんか、うん、どうしたんですか、気持ちの変化ですかみたいな。本当にそこから聞くんだみたいなのね。そう、そんな中でね、うん、あの冬まで長いから、うん、そうだよ、そう、遊びに行きたいのは冬でしょ。そう、まだ秋だから。そうだよ、まだ行ける、行けるよ、まだ行ける、うちらが言ってるんだ よ、 そうだよ、まだ行けるよ。そうだよ、うん、もう困ったらここにおいで。そうだよ、待ってるよ、いつでも。火曜はノイノイ、違う違う違う、ノイの意味なので。そうね、うちらと意味を見つけてこう。そう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 、いつでもそれがいい。遊びに来てください、うん、で、どうでしたか、私たちのアンサーは、うん、ね、みんなどうです、どうでしょう。ノイノイベストアンサーでしたね、うん、ベストアンサーでした。あ、ノイノイがホームだから。あ、いいね、いいこと言います。そういうこと、ベストアンサー、ベストアンサー。あ、これはあ、ポジス、これ爆誕しちゃったよ。ねえ、確かにね、うん、秋にはね、無事友達できましたって、うん、来ることを祈っております。そうね、祈っております、はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。それでは次の質問に行きたいと思います。はい、ドドンドドン。最近、あ、ID 非公開さんですね、うん、最近ちょっとしたことでイラッとしてしまう自分がちょっと嫌いになっています。イラッとした時の落ち着く方法ってるんであるんですか、かな、あるんですか。うんうんうん、じゃあ、うん、そうですね、そうですね、ちょっとした、まあでもね、しちゃうこともありますよね、人間ですもの。そうですね、人間ですもの、人間ですもの、うん、じゃあ次うちから。あ、いいですか、ありがとうございます。はい、みれ先生いきます。はい、
お疲れ様です。このテンション。これあれだな、なんかいろんな質問見るときに、あのこれはきっと同じ方からの回答なんだろうなって。すごいすごい、そうそういうこと、そういうことか。嬉しい、伝わった。伝わって嬉しい、待って、やばい。でうちはね、ちょっとあの辛口系でいきます。お疲れ様です。え、イラッとしてるんですか。カルシウムが足りてないんじゃないですか。毎日カルシウム飲むことをおすすめします。いる、いる気がする。見えるな。でもお疲れ様ですの、さっきもお疲れ様ですって言って、今もお疲れ様ですって言って、そう、その同じ人って思わせたくて、うん、そう言ったの。すごい伝わってるんです。伝わってた、さすが。嬉しい、ありがとう。素晴らしい、ベストアンサーの称号がつくよ。やった、つくかな。じゃあ、はい、え、じゃあ次、もいちゃん、うん、分かった。じゃあ私は全共感型でいこう。ちょっとしたことでイラッとする自分、ちょっと嫌いになる、めっちゃ分かります。私も最近道端でつまずいて足元見たら、こんなちっちゃい石ころが転がってて、そんなことにさえイラッとしました。でもそのつまずいた先に、道の端に小さなお花が咲いてるのを見つけたんです。イラッとした時には、その時にも幸せが待ってるかもしれませんね。明日もいいことがありますように。待って、最高すぎる。待って、もうこともいや本当に、でもあるのよ、本当にあるの。だって結構な長文で、なんかこれくらいの質問でも結構なね、長文でね、回答してくださる方がいて、その方です。その方です。すごい、なんかさ、え、面白い、面白い、めっちゃ面白い。 いいね、なんか2タイプの ね、いいよね、回答が集まってきています。あら、フィッシュさんから、赤ずきんくまん、ありがとうございます。ありがとうずきん、ありがとう、ありがとう。え、すごい、めっちゃ、え、さっきさ、あ、すごい溜まってるね。え、みんなのおかげだね。え、ありがとうございます。それでは次の質問、うん、はい、あ、コメントであれですかね、感想どうでしたか。確かにどうでした皆さん。あ、お花咲いてる。本当だ、いっぱい咲かせよう。あるある回答有効なりな。それもそう。どうでした、ベストアンサー。泣きました、泣きました、よかったです。ミックさんはタンポポ見つけました。よかったです。先生やった回答お疲れ様です。30分番組でいけそう。あ、じゃあちょっとミレモエのふふー知恵袋。確かに、知恵袋ね。知恵袋ですね。いいね、うんうん、いいですね。ほう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 。嬉しいですね。いいコンビだと。ありがとうございます。解決したかな、ちゃんと、ね、解決できてたらいいなと思います。出ればいい、嬉しいです。はい、では続いての質問に行きたいと思います。うん、続きましてこちら、こちらもまたまた ID 非公開さん、はい。私はライブに行くのが趣味で、うん、年30回はライブに行っていますが、すごい、年30回。すごいね。嬉しいって自分たちに来てくれたみたいな感じで話してた。ごめんなさくて、ごめんなさい。ブレティン、そう、みんなね、そのくらいね、来てるもんね。ありがとう。そんな私は、私を友達が全く理解してくれません、友達をライブに誘いたいのですが、なんと言ったら一緒に来てくれますか。おー、なるほど、なるほどね。そっか、うん、友達ね、うん、理解してくれないんだね。そっかそっか、30回、確かに30回ってことはさ、月が12だから、だいたい2回以上ってこと、うん、2、3回参加してるってことか、ね、え、みんなはどうなんだろう、そのくらい来てくださってる方もいらっしゃるかね、のかな、ね、でもファンの方がね、来てくださる1回1回がね、本当に大切で、ね、的なね、はい、と思いますので、うん、じゃあこの ID 非公開さんは、ね、うん、その友達を誘いたいという、ね、うん、ですからね、うん、ちょっと私から回答していきたいと思います。お願いします。はい、全共感型回答アンサー、回答アンサーさ、アンサーリスト、なんだろう、なんだろう。はい、
そうですね。わ、年30回とっても素敵ですね。そういうまっすぐになれる趣味があるのはとてもいいことだと思います。お友達なかなか見つけるの難しいですよね。気持ちわかります。私も道端の石ころを誘う会に年30回参加してるけど、なかなか友達に理解してもらえません。だけどある時その石ころを拾うことでつまずくことが減るかもよっていう風に伝えてみたら、え、行ってみたいかもって友達が言ってくれました。その友達はそれ以降イラッとすることが減ったって言ってました。きっとライブは行ったらハッピーな気持ちになれると思うので、そのハッピーになれる気持ちをお友達に伝えてみてください。素敵なことが分かりますように。待って、さっきとつながる同じ方なんかしかもすごいね、めっちゃいい、めっちゃいい、いいし、なんかすごい感情を込めてねアンサーしてくれてて、すごい好き。本当？うん、好き、嬉しい。すごいね、いいし、もうね、W でコメント欄が埋まってたんだよねすごい、うん、美味しげっていうさね、マジでねうまい、やったすごい、褒められたすごすぎる、嬉しいな。まあそんなね、うん、回答もありつつ、はい、世の中にはね、いろんな回答があります、はい、そんなミレちゃんの回答、はい、お願いします、はい、お疲れ様です年30回ですか。僕は年60回ライブに行っています。上行った。そんな友達理解してくれなくてもいいじゃないですか。お、応援してくれる、応援してくれるじゃない、応援している、うん、なんだろう、応援してるアイドルとかなんかいるんですかね、うん、その方が全部肯定してくれればいいんじゃないですかね。先輩、一人で参戦も楽しいもんですよ先輩先輩もう超えた先にいたんだね先輩は。そう、この人のもう先にいた。そういうことか。そう、経験者はね、そう、語るという、語りますよ、ね、しかも、ね、うん、僕だったんだね僕でしたでもそうだよね、うん、実際にそうだよ本当に、うん、応援してくれる方がいるっていうだけで、うん、私たち自身もね、うん、すごい強くあれるから、うん、はい、ね、すごいよ、理解して60回ってやばい、すごい60回、確かに月5回言ってるね、やばいね、やばいよ、いいね、でもすごい私も好きだな、うん、あのお疲れ様ですの入りが好きだなやばい、なんか楽しい、楽しいね、ちょっとね、ふざけちゃってごめんね、ごめんね、ごめん、マジで、あ、いや違うの違うノエミーがね、本当にそう、よくね、ごめんって言うとね、思わず曲名言いたくなっちゃうんですよね、夏とかもね、そう、夏がって言いたくなっちゃう。まあそうやってね、今ね、質問者さんの日々にも私たちが溢れていたらと思います、うん、はい、そうですね、うん、まあ解決、はい、されてるといいな、うん、ね、されたと思います、うん、きっとされたわ、はいいい回答だったいい回答だった。それではまだまだまだいきましょう。続いての質問こちら、はい、またまた ID 非公開さん、バズっている人に憧れています。おー、すごい、バズりたいのかなこの人。私も SNS でバズってみたいですが、どうやったらバズるんですか、ね、バズり方とか知ってますか、バズる方法を教えてくださいバズりたいや、すごい、すごいよ、うん、すごいすごいね、意欲を感じる、すごいな、情熱を感じる、え、バズりたい、うちもお願いします急にすごいコールミーよ、確かにね、すごいよね、バズるっていうさ、うん、言葉がさ、なんかさ、持ってる力ってすごいよね、うんうん、本当にすごい、なんかさ、うん、バズるだけで人生止まったりするから、そっか、本当にすごいよね、のほほんとしてやばいやばい、アンサーしないと、はい、そうです、いや、うちから、ティオさんからクマパフェ来てます、ありがとう、クマパフェありがとう、
ットで、うん、本当だ、どんどんゲージが溜まっていってますね。ありがとうございます。じゃあ今度は、うん、さっきはどっちかでした、次うちから。あ、姉ちゃん、そうやってね、混ざっている人に役割も、うん、混ざっている人に役割ですか、うん、はい、行きます。お疲れ様です。バズり方知ってますよ。何でも知っとるんや、この方は。ノットイコールミーっていうアイドルグループの、っていうかミルテンって何、うん、してみてください。お、バズりますよ。あ、もしかして経験者なのかな。経験者かな、あの TikTok とかのね。え、すごい、待って、イケボでね、マウント。さっきからさ、マウントしてる。この世の全てを知っている人だね、これが。全部経験者、巷で話題になっちゃうよ。ミミミミミってしてくれたのかもしれない。したのかもしれない。自己展紹介をね、うん、そうね、してくれたらね、うん、そうかもしれないです。いい回答ですよ。そう、したのかもしれないですね。アンサーした方は。イケボマウント。やばい、本当に面白い。やばいよ。いいね、なんかさ、癖になるね、うん、ね、なんかね、ちょっと楽しんじゃってる自分がいて、うん、ね、いいですね、ちょっとね、悔しい。本当、うん、楽しいよ。本当楽しい、うん、よかった。じゃあ、うん、萌えちゃん、そう、私全共感型お願いします。はい、バズってみたい、その気持ちすっごくわかります。でもこの質問の中にバズるっていう言葉が4回出てきて、危うくゲシュタルト崩壊を起こしそうになりました。それだけの熱意をバズるに向けてあるんだと思います。ということは、もう私の心ではあなたの質問がバズっています。あなたならきっと最高のバズを生み出せるはず。幸せなことが起こりますように。待って、めっちゃいい、めっちゃいいよ。すごい、なんか数え間違えてんの。あ、なんかね、誤解らしい。全部の一行一行にバズが入ってる。まあ、でもそれじゃ数え間違いも回答ではね、あることだ。そう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 、あるからね、よくね。で、そのあのね、回答してる人の返信で、うん、いやいや、誤解です。そう、来てるもんね。そうかもしれない。そう、ね、そういうのもね、確かに、あの、きっとね、このお疲れ様、うん、お疲れ様です、お疲れ様兄さんが、はい、すみません、誤解です。誤解出ています。訂正してくれるかもしれない、はい、本当に面白い。なんかでも、うち質問してないけど、うん、今の萌えちゃんの回答を聞いて、うん、すごい心が明るくなった。本当、本当に、はい、よかった。すごい救われてる、みんな救われる。本当、私はミレちゃんのお疲れ様ですよね、うん、もうね、笑顔が生まれまくって楽しくなって、本当に最高ですよ。嬉しい、ありがとう。ほんでほんで、あやまるさんからもクマパフェ、ありがとう。ごめんなさい、遅くなっちゃった。ありがとう、ありがとう、クマパフェ、ありがとう。クマ食べる。そう、なんかハロウィン仕様で合ってるのかな。かわいい、うん、かわいい、ね、かわいい。ありがとうございます、ございます。お、ラスト、はい、ラストの質問こちらです。どどーん、お、アイリ非公開さん、カレーの最強レシピを教えてください。私はジャガイモと人参が嫌いです。嫌いなんだ。嫌いなのか。確かに、でもさ、カレーからジャガイモと人参抜いたら残るものはもうお肉と、うん、え、何が分かんない。なんかさ、カレーってさ、うん、そのか、何、各、何、うん、作る人とかによってさ、確かに違うよね、入れるもの、うん、玉ねぎとかお肉の種類もね、うん、豚さんの時もあれば、ね、牛さんの時もある。玉ねぎか、うん、うん、玉ねぎがね、みんな入れるんだね。すごい、すごい、みんなは絶対玉ねぎ入れるんだ。玉ねぎで埋まってる、コメント、オーニャン、ラストですもんね、はい、これが、はい、ラストでございます。はい、どうする、じゃあ、あれ、私か、次、さっきは交互でいくと、次、もういっちゃう。はい、いただきます。最後ということでね、うん、はい、整いました。お、いきます。好き嫌いしないで、じゃがいも、人参食べなさい。じゃがいも、人参、お肉、ルー、これが最強だ。急に、
か、急に、急に、はい、急に食べなさいって言われた。そう、そっか。やっぱ、うん、やっぱさ、うん、嫌いですって終わっちゃったらさ、まださ、頑張ろうっていう気持ちは応援するけど、うん、多分、うん、この回答者さんは、うん、こういう嫌いって言っちゃったら、うん、いやそれはダメだろってなるタイプの回答者さんだったみたい。なるほどね、はい、それダメだよね、はい、嫌いですって言ってるのも、そう、ダメダメ、甘やかすだけじゃダメなんだ、ね、これ甘やかしてもらいたいだよね絶対。そういうことだと思う。大丈夫だよみたいな、うんうん、チーズとかお肉とかだけで十分だよ、うん、みたい な, だみたいな。ダメだよ、ダメだよ、よくない、よくない、うん、これがね、うん、知恵袋のね、そう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 、回答だから。そうですそうです。だからね、ちょっと私の回答を見てて、うん、なんか怒ってるみたいなのがねそうね、時々あるそうだからね、怒ってる人ね。はいはい、じゃあということで、やばい、ラストの、はい、いきます。はい、お疲れ様ですカレーの最強レシピてんてんてん。まあ自分が最強だと思ったものが最強なんじゃないですかねじゃがいも、人参、嫌い？じゃあ食べなくていいじゃないですか以上ですこう委ねる好きねこのね、お疲れ様、はい、お疲れ様兄さんは、はい、あの全てをね、はい、委ねるんだよね、はい、時の流れにね、はい、いますね、ね、なね、いやいいですね、最後までありがたいお言葉いただいて、ね、じゃがいもと人参は食べないでいきたいと思います、はい、食べないでいきましょう、はい、ということで以上、なゆみのベストアンサーでした。さて、オープニングでもお話ししましたが、現在もえちゃんのアバター配布中です、はい、みんなゲットしてね、ゲットしてください、お願いします。お願いします。今新ゲージではひーちゃんのアバターを作成中なので、皆さん番組ご参加お待ちしております、うん、ね、なんと39,000なんて、ね、もうちょっとだ、ありがとうございます、ありがとうございます、いっぱい。ということで続いてのコーナーに行きたいと思います。のゆみベストコンビを探せー気合い入れて読みました。いいね、いい気合い毎回2人組でお送りしているこの番組、果たしてどのペアがベストコンビなのか、うん、私のゲームで決定したいと思います、はい、10月からのゲームは、うん、立体ブロックです。じゃじゃーん、じゃじゃーん。こちらね、あのカードを引いて、その引いた形のブロックを積み上げていきます。あ、崩れるまでに一番多くのブロックを詰めたコンビがベストペアに認定されます。はい、いやー、どう、すごいよ、初めて見た、うん、私これね、うちも初めて見たし、ね、うん、前回だってミルキュルン、ね、ミルキュルンなんだね。うちら何がいいかな、ね、私たちってミルモエなのかな、なんかなんだかんだずっと ねそうだよね、ミルモエかなみたいな感じで、ミレモエモエ、ミレモエモエ、ミレミレモエモエ、ミレミレモエモエミレミレモエモエにしますか。ミレミレモエモエにしよう。ちょっとさ、ミルキュルンが長いじゃん、ちょっと確かに、ミレミレモエモエ、上行こう、近いとこ近いといいかな行きます。はい、ミレミレモエモエ、ミレミレモエモエ、だいぶ字のね、あのいいね、長いよ、長い感じになりました、長いです、いいね、いいですね、はい、ミレミレモエモエ、ミレミレモエモエでいきたいと思います。はい、でこれが、これがカードを引いて、はい、カード、こちらのカードを引いていく、はい、どっちかね、うんうん、やっていく、こちらのゲームですね。これはこのセット、これかな、どこに見えたらいいんだ、どうですかね、あ、違う、どこがいいんだ、ここかな、これの上に乗せたいよ、やばい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 、はい、やばいよ。で、それで、ここも、はい、こちらですね、こちらを、はい、ちょっとなんかこちら、ありがとうございます。はい、それでは、いきます。はい、どん、あ、うん、これ見せない、これを、あの、置きます。はい、これ探さないと、これかな、うん、これですね、これですね、え、難しい、それテトリス主導のバランス、え、ちょっと待って、本当に合ってるこれは待って、あ、こういうこと、うんうんうん、あ、こういうこと、え、ちょっと待ってすごい、だいぶ結構難しい形え、これってあの置き直すってありですか、あ、1回だけ、ちょっと2回くらい、ちょっと難しそうだったんだ、じゃあこれで、うん、
逆にした方が良かった。いや、いける、いける。次次あれ、この形状を置いてください。すごい、なんか安定感ありそうな。あ、やばい、危ない。大丈夫？四角、四角、四角だから、もうなんかこの辺に置いとくか。この辺、ちょっと左右のバランスも考えなきゃいけないんだけど。そっか、なんか昔 Wii でやったな。あーね、あね、引きます。はい、どん、うん、お、こちらを置きます。どれだ、どう、探すのも楽しいね。うん、これね。あ、これだ。え、ん、難しい、違った。いや、待って待って、え、なんかさ、私たち、あ、違う、あ、ここじゃない。ガニガニ、おお、あー、ごだいぶだいぶ来たね。怖い、いきます、どん。またこれだ。マジ、待って、むずいよ、ちょっとむずいよね。もうこの辺にはめようかな。え、いける、ここじゃない、はまんない。待て待て待て、ちょっと待ってくれ。あー、これどうしたらいいの。ここにはめたい。あ、いけるんじゃない。いや、でも多分、え、打ち合っちゃうとめ。ダメだ、なんかここがここにいるから。あ、じゃあダメか、もうここにしかはめらんない。待って、やばい、ごめんごめんね。あ、あ、意外といけるね、意外と。待ってくれ、うちがね、うん、頼んだ、ちょっと任せなさい。ここにはめて、どん。あ、いいんじゃない、なんかいい感じ、いいんじゃない。これ、これです。どれ、これですね、これ。ありがとう。見つけるの早い。あ、こっち側だよね、どっかにはめたいな。おー、あ、確かに確かに、うまい、うまいよ、うまいよ。来た来た来たって、うまいよ。いきます。はい。うん、同じ形で。あ、同じの。え、これさ、ここ骨にいいか。どこどこ。え、本当じゃん。多分。それと思って。見事な S を作れるんだよ。止め。怖い、怖いよね。え、これさ、え、待って、離れる？離れ？ちょっと。むずいかも。え、いけるかも。やばい。やばい。待って、やばいんだけど、これ。待って、やばいよ、やばい、ちょっとスクショしてほしい、みんな。綺麗だ、綺麗、綺麗です。はい、うん、引きます、どん。なにこれ、これ、ね、やだ、こっちもあんだ、難しい、なにこれ、あ、これだ。なんでさ、探すのうまい。え、なにこれ、どうしたらいいの。ついて、でも一旦こっちの方がちょっと多いからこっちでいいんじゃない。これ差し込むの。え、多分さ、違う、こうなって乗せてる。あの上をこうね、したくなる気持ちわかるよ。難しい、だってだってここだけさ、かわいそう。確かにね、だから今はめようと思えばはめる。こっち、こっち、こっち、あ、いいかも、いいかも、めっちゃいいかも。あ、え、これ合ってますか。でもさ、前から見たらさ、ほぼこれ一緒じゃない。なんかいい感じ、だいぶ美しいよ。うまいよ、多分。よし、頑張って、もいちゃん。はい、真剣になってきた。はい、やばい、結構時間かかった。あ、なんかノーマルなの来たよ。いけるいける。4つ早い。どこがいいかな、これ。どうなったらいいね。ダメ。こっち、こう、こっちか。あ、いけるいける。こっちが、そうね、任し。あー、また出てきた。何、うん、このさっきの同じの、うん、はい、で、これを、え、これさ、向き合ってる？分かんない、止まった。なんかさ、あー、ちょっと待って。待って、待って、待って、待って。これ、これじゃなしってことですよね。でもいっぱいあげたよ。ね。結構頑張ったるよ、きっと。いきまーす。数えまーす。はい。1、2、3、4、5、6。シーツ、パーチ。え、8でした。待って、悔しい、悔しいね。え、結構11すごくない。すごい、どこまで積み上げたんだろうね。8でした。頑張って、ね、ありがとう、優しいね、ありがとう。10月8日だから8かな。あ、そういうことかもね。うん、ね、はい、8でした。8でした。ありがとうございます、みんな見てくれて。ね、
はい、ということで、うん、楽しかった、めっちゃ、ね、楽しかった、ね、ありがとう、楽しかったね、ね、でも悔しい、ね、またやりたいね、ということで結果は8個でした、はい、次回誰が挑戦するのかお楽しみに、以上ベストコンビを探せでした。イエーイ。はい、ということでここであっという間のエンディングとなってしまいました。どうでした今日、ね、みんなどうでした、ね、めっちゃ楽しかった、楽しかったね、あっという間だった、あっという間、あ、かわいいのね、うちらもウキウキな、ウキウキでしたね、少し早いハロウィンでしたけども、うん、告知、やばい、告知のやつ置いてきた、ちょっと待って、あれあれ待って、やばい、あ、置いてきちゃう、やばい、やばい、置いてきちゃう、やばい、やばい、うん、ごめんなさい、本当にごめんなさい、本当にごめんなさい、あ、コートね、確かにコートね、確かに確かに、コートで言う、あ、先ランキング、先ランキング、じゃランキングよ、ごめんなさい、ごめんなさい、ありがとうございます、ありがとうございます、ということで、先にランキングを読んでいきたいと思います、はい、すごい、タルタンさん、ありがとうございます。4位フィッシュさん、ありがとうございます。3位ティアさん、ありがとうございます。第2位メイさん、ありがとうございます。じゃあ、せーの、いとしーさん、ありがとうございます。ありがとうございます、ありがとうございます、もうちょっとで目標が、え、ほんとだ、達成も、わー、すごい、え、すごくない、だってすごいよ、生まれた時よりもこんなにたくさん、ありがとうございます、ありがとうございます、ほんとすいません、ごめんなさい、告知をさせていただきます、お願いします、はい、まず、はい、これ順番に、まず、はい、11月30日にノイステ文化祭が開催されます。こちら大阪府大和大学アリーナにて開催するんですけれども、うん、今ね、絶賛みんな準備中で、うん、準備中です、バンドとチアとか再始動しまして、はい、皆さんの、皆さんとね、楽しい文化祭をお届けできるように頑張りますので、うん、ぜひお待ちしてます。今ね、ファンクラブ選考が始まったので、うん、始まりました、ぜひぜひよろしくお願いします、お願いします。そして、そして、はい、11月20日にモクイコールミー5周年のアニバーサリーリープレミアムコンサートのね、発売が決定されました、はい、ブルーレイと、ね、DVD で発売されるんですけど、はい、メイキングとかも、うん、メイキングもついておりまして、豪華となっております、はい、ぜひぜひ皆さんゲットして何度でも見てください、ねね、そしてね、このね、5周年コンサートの、ね、この DVD いっぱい楽しんでいただいた後は、うん、あとははい、ノットイコールミー6周年コンサートが、2025年2月21日、いや、違うよ、違うね、2月の1日じゃない？1日だね、だよね、あれどれ大丈夫かな、これ、ね、これ危ないよ、2月クリスト、だけどうちもあれって2月1日に開催されます、埼玉スーパーアリーナということで、うんうん、まあ、隠せばね、そうだね、に隠そう、はい、うん、1日、はい、うん、なので、うん、本当にノットイコールミーにとって一番ね、うん、大きなステージなので、うん、本当に皆さんと会えるのを楽しみにしてますし、うん、やっぱね、お祝いできるの嬉しいよね、嬉しいですよ、はい、なので私たちにとっても、うん、まあ一つのね、また一つの大きなステージの挑戦なので、うん、ぜひ皆さんと過ごせたらと思います、お待ちしてます、お待ちしてます、ありがとうございます、はい、はい、ということでね、もう今日、うん、今日はちょっと終わってないけど、次回の配信は10月15日火曜日の20時からです、はい、次回の配信を見逃さないためにも右上のハートマークをクリックしてお気に入り登録よろしくお願いします。番組の感想はハッシュタグないないでお待ちしています、はい、それでは、うん、今週は、お、うん、これはじゃあ次回皆さん、ね、次回の皆さんに、うん、託させていただいて、はい、託させていただきます、はい、次回も私のアバターも配布されるんだ、うんうんうん、なのでぜひゲットしていただけたらと思います、ゲットしてください皆さん、うん、ということで、うん、今週のノイノイはここまでです、はい、以上、ノットイコールミーでした、バイバーイ、ミレミレもエモエでした、もエモエ、ミレモエ、